2022年トップスポンサーをご紹介いたします。株式会社オープンハウス、キリンビール株式会社、コカ・コーラ・ボルバージ・ジャパン株式会社、株式会社マイナビ、マジスティック・ジャパン株式会社、ヤクルト本社、続きましてセントラルリーグタイトルパートナー株式会社ジェラ、なお東京ヤクルトスワローズオフィシャルスポンサーはご覧の通りです。みんな東横線で来てるから、あの辺りに、ああ、いや、いるんですか。いや、片谷は今日は乗るときにヤクルトファンの時間を伺います。いるんですよ、いや、すげえ東横線に気をつかなかった。ヤクルトファンのポップコーンだったら、でっかい顔の場合、はいはいはい、あれもなってジェラセリーグ2021年セ・パ交流戦12年ぶりの勝ち越し、9年ぶりに日本一を奪還した。そして2022年ついに新世代覚醒、ピースは揃った最強打線ついに完成、熱き星の下克上、鉄壁の投手陣を武器に若き龍が牙を抜く昇竜よ、いただき、ガツガツ龍に見せつける、勝利に飢えた若鯉の意地、躍動する新星、誇り高き巨人軍、今逆襲の時、Z 世代で歴代最強の頭を超え、次世代エースと共に堂々連覇へ。規格外の新世代プロ野球